皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ニュークリエーションチャーチの三好明久です。今日もリビングライフのテキストを用いて神様の言葉である聖書からご一緒に教えられてまいりましょう。本日は2022年1月14日の金曜日、聖書の箇所は新約聖書ルカの福音書4章1節から15節。タイトルは試みに打ち勝つ秘訣、御霊の満たしと聖書の言葉です。私たちがイエス様を信じるときに経験するサタンの誘惑、試みに打ち勝っていくことができる、その備えについてご一緒に教えられてまいりましょう。ルカの福音書4章1節から15節。さてイエスは聖霊に満ちてヨルダンから帰られた。そして御霊によって荒野に導かれ、40日間悪魔の試みを受けられた。その間イエスは何も食べず、その期間が終わると空腹を覚えられた。そこで悪魔はイエスに言った。あなたが神の子なら、この石にパンになるように命じなさい。イエスは悪魔に答えられた。人はパンだけで生きるのではないと書いてある。すると悪魔はイエスを高いところに連れて行き、一瞬のうちに世界のすべての国々を見せてこう言った。このような国々の権力と栄光をすべてあなたにあげよう。それは私に任されていて、誰でも私が望む人にあげるのだから。だからもしあなたが私の前にひれ伏すなら、すべてがあなたのものとなる。イエスは悪魔に答えられた。あなたの神である主を礼拝しなさい、主にのみ仕えなさいと書いてある。また悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き、神殿の屋根の端に立たせてこう言った。あなたが神の子なら、ここから下に身を投げなさい。神はあなたのために御使いたちに命じてあなたを守られる。彼らはその両手にあなたを乗せ、あなたの足が石に打ち当たらないようにすると書いてあるから。するとイエスは答えられた。あなたの神である主を試みてはならないと言われている。悪魔はあらゆる試みを終えるとしばらくの間イエスから離れた。イエスは御霊の力を帯びてガリラヤに帰られた。するとその評判が周辺一帯に広まった。イエスは彼らの街道で教え、すべての人に称賛された。私がまだアメリカで勉強しているとき、その勉強のですね、その最後のステージ、この博士課程の論文を書く前にですね、この試験がありまして、その試験をこの受ける段になりました。でその試験というのはですね、自分で問題を出して、その自分の問題を先生が認めてくれて、その問題に自分で答えるっていうですね、そういう試験なんですけれども、3日間3問答える、1問ずつね、1日に1問ずつ答えるんですけれども、その1日目、この誰もいないこの部屋に入って、そしてですね、このメモを1枚だけ持って入ることができて、そしてラップトップコンピューターを持ってですね、そしてこの時間から書き始めたんです。ところがですね、このバーってこう書いてるとですね、コンピューターで書いてた時に20分ぐらいした時にですね、突然コンピューターがシャットダウンしたんです。保存もしてないし、そしてもう書いてて途中だし、うわーコンピューターが壊れたと思ってですね、そしてもう一瞬ですね、頭が真っ白になって、なんだこれはと思ったんです。でその瞬間ですね、不思議なようにですね、この神様が平安を与えてくれて、祈れ、でそして私はお祈りしたんです。主よどうぞ。で20秒ぐらいお祈りして、そして恐る恐るコンピューターをもう一度立ち上げたら、シュル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 って立ち上がって、
そして書いてたものがそのままそっくりその画面に出てきたんです。で、私たちはですね、人生においてこういろんなこの経験をしますけれども、なんでその時にそういうことが起こったのか未だにわからない。でもたった一つ言えることは、私はその出来事によって緊張から解放されて、その3日間ですね、もうのびのびとその問題を、自分の出した問題に答えることができた。本当に平安のうちにその時間を過ごすことができたんです。ですから本当にあの時は神様の導きで、あのトラブルは私に必要だった、今でもそういうふうに思うことが、言うことができます。で、私たちはさまざまな試練に遭い、誘惑に遭う時に、実は私自身が霊的に成長し、そして神様の働きをしていくのにふさわしく整えられるために、そういうことが起こるということを理解する必要があります。で、イエス様も公の生涯を始める時に、ね、バプテスマヨハネから洗礼を受けた後、荒野に導かれて、そして40日40夜の断食、その後サタンがやってきてですね、誘惑をします。で、イエス様はもちろんですね、誘惑に勝つのは決まってるんですけれども、でもなんでそういう誘惑の話が出てるかっていうと、それはおそらく私たちが同じようなこの誘惑を経験するよっていうことをですね、あらかじめ教えてくれてるんじゃないかなと思うわけです。ですから、さまざまなこの信仰のテスト、あるいは誘惑、そういったものを会うときに、私たちが、まあ、あらかじめですね、分かっていたら分かってないと、まあ、分かってなくても、ね、その時お祈りしてですね、対応できるわけなんですけれども、分かっていたらなおのことですね、私たちはそれに対して、まあ、堂々と戦うことができる。で、これはまあ3つのことを書いてるんですけれども、3節に、そこで悪魔はイエスに言った。あなたが神の子なら、この石にパンになるように命じなさい。まあ、イエス様はですね、石にパンになるように命じたら、石はパンになりますよ。パン屋潰れるけどね。パンになる。でもイエス様はですね、なんて答えるかっていうと、人はパンだけで生きるのではない。まあ、マタイの福音書ではですね、神の口から出る神の言葉によって生きるってなるわけなんですけれども、ここでイエス様は自分の力を使って石をパンに変えるという魔法、これを拒否するんです。で、このことは何を表しているのかっていうとですね、私たちも、まあ、神様を明かしするとかね、イエス様のことを伝えるときに、なんか自分が奇跡を起こしたらもし僕がね、これ石をパンに変えることができたら、砂をね、黄金に変えることができたら、もうみんなびっくりしてね、私も信じますってなるかもしれないけど、でもそれは私を崇めることになりますよね。僕がもしね、石をパンに変えることができたら、もう三好先生すごいってね、石パンに変えられてすごいって言ってですね、イエス様じゃなくて神様じゃなくて僕が崇められることになるわけです。ですからですね、私たちがここで考えなければならないことは何かっていうと、この呪術ですね、この民族宗教ではこの呪術っていうのがあって、そしていろんなこの、サタンというかですね、悪霊が力があるよっていうことを見せるために、不思議なことをこのやってのける、あのエジプトの呪法師ですよね、途中まで ついてきますよ、まあ、で途中からついてこれなくなるんですけどね。でもそれは私たちは確かに暗闇の世界があって、そして私たちを騙すためにいろんなですね、このことがあるかもしれないけれども、で私たちはその時に、まあ、自分を自己拡張していくという誘惑ですよ。自分が何かイエス様を信じることによって不思議な力をもらったら、それを自分の栄光のために、自己拡張するためにそれを使うという、そういう誘惑がある。で、それではなくて、私たちは神の言葉によって、神様が奇跡を行ってくれる、神様の言葉が実現していく、でそのことを求めるということが、まず求められるということです。ですから私たちは自己拡張の誘惑っていうのがある、そのことを覚えていきたいと思います。第2番目は何かっていうと、第2番目はですね、6節にこう書いています、5節にこう書いています。すると悪魔はイエスを高いところに連れて行き、一瞬のうちに世界のすべての国々を見せてこう言った。このような国々の権力と栄光をすべてあなたにあげよう。それは私に任されていて、誰でも私が望む人にあげるのだから。だからもしあなたが私の前にひれ伏すなら、すべてがあなたのものとなるとあります。これはもちろん成功と繁栄に対するこの誘惑っていうことですけれども、まあもちろんですね、このサタンに頭を下げて、サタンに拝んでですね、それでもこの世界のすべてが欲しいっていう、まあ、そういうふうに思う人ももちろんいるでしょうけれども、でもですね、私たちはここでもちろんイエス様が、あなたの神である主を礼拝しなさい、主のみに使いなさいと書いてあるっていうふうに答えている。これはもちろんその通りなんですが、私たちにとってそれはどういう誘惑かっていうと、キリスト教の看板を使いながら、
この世界制覇を狙うと、ね、これあ実際にキリスト教宣教の歴史にはあったわけですよね。この植民地主義でですね、キリスト教の看板だけれども植民地主義で自分たちの覇権をですね拡大していくっていうかね、そういったことは実際にあったわけですよ。でそう考えるときに私たちもこの偶像礼拝に対する誘惑、キリスト教の看板掲げてるけれども本質はこの繁栄を追求している、この偶像を追求している、まあ、そういったことがですね私たちの中にもやはり、まあ、ないとは言えないかもしれない、ね、でその誘惑について私たちは準備をしておくということがですね必要だと思うんですね。で実際ですね私たちはこの成功や繁栄の物語ではなくてイエス様、十字架で死んだイエス様が蘇ってそして天に帰ったこのイエス様がもう一度帰ってくる、そして帰ってくる時には新しい天と新しい地を創造する、その神様の新しい創造の物語に私たち生きてるんだって、私たちの成功や繁栄をですねのために生きてるわけではない。でそのことを明確に私たちはしておくならばですね、この偶像礼拝の誘惑、それをこの退けていくことができるでしょう。そして3番目何かっていうと9節に、また悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き神殿の屋根の端に立たせてこう言った、あなたが神の子ならここから下に身を投げなさい、神はあなたのために御使いたちに命じてあなたを守られる、彼らはその両手にあなたを乗せあなたの足が石に打ち当たらないようにすると書いてあるからあります。でこれはですねこのイエス様は何て答えるかっていうと、あなたの神である主を試みてはならないと言われている。で私たちはですねこう3番目に自分たちだけは特別だというそういうですねこの先民意識っていうのがあるかもしれないです。まあ確かに聖書では神の民は特別に扱うって書いてあるんですけれども、それは私たちがですね甘えるためではなくて責任を果たすために特別なんだって、そして神様は私たちを特別に祝福してくれるんだけれども、だからといってですね私たちが神様を試みていいわけではない。でこのことをですね私たちが覚えるときに、私しばしばですね罪に対して、まあ、自分たちは罪許されるからっていう、まあ、そういうですねこのいい加減な感じ、先民意識っていうのが起こったときに、私たちはその誘惑を退けていく、私たちはその甘えのために選ばれたんじゃない、主の働きのために身を結ぶためにですね選ばれた、でそのことをですねぜひ覚えて歩ませていただきたいと思います。いかがでしょうか。私たちにやってくる誘惑は突然やってくるものではありません。私たちはですね自己拡張の誘惑や偶像礼拝、繁栄や成功を追求したいという誘惑、あるいは自分たちは時は特別だという先民意識、そういったものをキリスト教の名前でやってしまう可能性を持っている、そのことをいつも心に留めながら、そういう誘惑がやってた時にはっきりとそれを退け、そして神の言葉によって退け、私たちはこう人生を前に進んでいく、そのことをですね、ぜひ覚えていきたいと思います。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、イエス様が荒野で誘惑されてくださったように、私たちも同じようなこの誘惑を受ける可能性があります。しかしそれは本当に私たちの心の中にあるものであり、私たちが備えられていくときにそれをはっきりと退けることができます。主よどうぞ私たちがそのようにあなたの力によってそれらの誘惑を退け、大胆にイエス様に従っていくことができるように、神様今日も導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。